それではピサヘッドコーチの記者会見を始めたいと思います。まずはじめに、試合を振り返ってのコメントをお願いします。まず、ありがとうございました。秋田さんと、決勝を戦えて非常に嬉しく思っていて、やっぱり中村ヘッドコーチはすごいパワーを持っているので、もう本当に終わるまでずっと怖かったです。怖いがゆえにもう僕は攻めるしかないので、僕は、今年1年目のペイペイのヘッドコーチなので、もう僕は攻めて攻めて、失敗して もう攻め上げて、それがいい結果につながって優勝できたと思います。はい、ありがとうございます。それでは、質問を受け付けたいと思います。質問がある方は挙手でお願いします。岸本選手、昨日は無得点だったと思うんですけど、この、差というか、ルーキーがこういう活躍をしましたけれども、そこを含めてどういうふうに、昨日、まさか0点と思いませんでしたけども、試合始まる前に並里にすぐ会場に飲み込まれる可能性があるので、すぐ行くから準備しておけということを、途中からもうこのまま0点でいいやと思ってて、 そしたら秋田さんがちょっとスカウティングしにくいというふうに思っていて、見事0点に抑えてくれて、今日は全然心配はしていなかったです。まさか34点取れると思ってなかったですけども、非常に心が強い子ですので、彼も実力だと思います。あっぱれです。その他質問。今回金城選手を、スタッフのオープニングメンバーに入れたということをあったら教えていただけますか。特に金城は今年キャプテンですけども、だから入れたというわけでは全くなくて、まず、小菅と金城、特にガードが岸本で若いですので、あと、マクヘンリーとジェフ・ニュートン、ゲームをまず落ち着かせたいという意味合いで、金城をずっとスタートで使っていました。ずっと怪我に泣かされてきた選手ですので、でも人一倍、体に気を使って、ずっといい仕事をしていましたので、今シーズンは僕がヘッドコーチになって、できる限り、使いたいと思いまして、非常にずっとも、要求を高く、特に、ディフェンスの部分で今シーズンは相手チーム の外国人のエースに、つけたんですけども、非常にいいディフェンスを今シーズンしてくれました。はい、すみません、こちらですね、一旦伊佐ヘッドコーチのインタビューを終えたいと思います。その後岸本選手を入れまして、チームミーティングが終わった後にまた、囲みというところで、お願いしたいと思いますので、とりあえずこの場は、一回締めたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。